柱から顔が出てる。僕ちょうどあっち登ってきたらボガちゃんが出てくるの？来たよ。電波で出てくるんじゃない？すごい眺めの景色。全然。並びの海は下だ。ジャガーがね、無駄な情報入れてくれた。ポップに出てんじゃん。ジャガーうるせえ。ポップに出てるじゃん。ミスはいいんだけど、ポップに出てんじゃん。何ポップ？今文章作れんのジャガー。さすがには違和感を感じてる。違和感が。もうそろそろ出ますよ。出てくるよ。一瞬だよ。一瞬だからね。出るよ、出るよ、はい。そろそろ出るよ。次出るよ、次出るよ。はい。はい。出た。あ、ミリーさんじゃん。あっちにミニさんだったんだね。ミニちゃんがあっちミニさんだった。あっちがミニさんであっちがモガマちゃん。一旦来たうまだ来てる。これね、いい時代の旅ね。そうかね。あれ、記録屋さんよくない隠してたね。電波組じゃなくて電波組現場。そう繋がった。あ、M さん。違うじゃない。誰の果てだよ。弥生さん。やっぱり誰の果てだよ。誰の果てだよ。あそこまで行ったらすごいです。ビジュアル寄せられる。可能性もある。そしてあと1年。
寿司と金髪やばいなと思ってちょっと頑張って痩せてまたちょっと戻ってる。あ、そうなんだ。今ちょっとフジロックで痩せてきます。めちゃくちゃセックスしてる。めちゃくちゃセックスしてる。あんま飯も食わない。テキーラしか飲まない。テキーラだけ飲んでセックスしてる。テント買ったしないでしょ。裸で温泉並んでやんでちょっと青春的に。あれってほんとこれくらいの距離で崖くん掘った大ザピです。あれ、屈辱だよね。ちょうどね、混んでる時間に行っちゃった。すごいね。皆さんも来てみてよ、そしたら止めてくれんの。一応、空様駅と行くかどうかは今。あ、本当に売り切れちゃったんだよね、チケット。あ、そうなんだ。土曜日が売り切れちゃった。でもね、現地来れば何とかなってて、そうなんだ。ガスがいるから最悪入れなくても遊べるとかあるし。行ってダメだったら大本温泉行くよ。翔さんそれかな。温泉はあるから深刻別検
察してる人だ。そうだね、今ね、悲鳴だね。もう来ないぞ、こう来ないぞ。心の叫び。見てる場合じゃない、見てる場合じゃないぞ。終了しました。いや、よかった。いい前夜祭だ。伊藤さんと。